パラマウント撮影所パラマウントの名物監督セシル・ビー・デミル・スタジオ・システムとは1920年代から1950年代初期にかけてのアメリカの映画産業の形態を大まかに定義した用語。米国内で少数の映画会社が河川的に映画産業を独占していた形態を一般的に指す。スタジオとは長編映画を制作する大規模な映画会社を指すために 最もよく使われる。この意味でのスタジオは米国だけでなく、日本を含めた数多くの国に存在する。しかし、ここの項目で使われるスタジオとは、ビッグコと呼ばれたメトロゴールドウィンメイヤー、パラマウント、20世紀、フォックス、ワーナーブラザース、RKO の5大メジャー映画会社を指すのが、一般的である。これらの映画会社は制作、配給、 工業までのあらゆる面でコントロールできたためである。文脈によっては、これらの映画会社より、規模の小さい、リートルさんと呼ばれた、コロンビア、ユニバーサル、ユナイテッドアーティストの3社を含めることもある。これらは、会社直営の映画館を持たず、完全に制作から公開までの系列化ができて、いなかったのである。これらの映画会社の物理的な文字通りの、映画スタジオは、 巨大なサウンドステージやバックロットなどを含む大規模な敷地を持った複合施設を所有していた。さらには管理部門や録音部門、音楽部門などを備えた事務所のビルディングや大道具を建設するための膨大な敷地を含めていたことが多かった。これらの施設は主にロサンゼルスのハリウッド近郊に数多く造営されたので現在でも 米国のメジャー映画会社の配給作品をハリウッド映画と呼ぶのはその名残である。1905年頃、米国では映画の上映はボードビルの一環として広場の仮設テントや見せ物小屋などの施設での貧弱で不安定な公開手段から本格的な劇場での興行へと形態を変えつつあった。それに伴い1907年頃上映用プリントの 配給も中間業者が現れ、映画の制作者から工業がへ次第に安定して、作品を供給できるようになり、それに伴い映画界はいよいよ流星を見せてきた。1908年米国映画の創始者であるトーマス・エジソンは、自分の発明によってエクスチェンジ業の振興業者が儲けているのに号を、にやして強権的とも言える映画特許会社 m p p c のみ、 エジソン社製の機材を用いて撮影し、配給業者もこのトラストに、買わなければ上映もできない、という極めて高圧的な内容であった。そのため、このトラストに加われなかった、独立系映画制作者は、今までの東海岸の撮影拠点から、南のフロリダや、西海岸へと逃げるようにして、必死のサバイバル活動の拠点を変えていった。西海岸。 特に南カリフォルニア州は一年中温暖で晴天が多く雨はほとんど降らず、また移民人口が多いため労働賃金も非常に安いので映画制作には絶好の土地であった。こうして映画のスタジオがこの新天地に次々と開設されていった。またこのトラストは独禁法違反という米国最高裁判所判例が出たため、 1915年には崩壊してしまう。ある映画史研究家の推計によれば1910年頃のアメリカの映画人口は1000万人とも2000万人とも言われていた。全米における映画観客数が記録され始めたのは第一次世界大戦の戦費に充てるため特別税をかけられた1918年からである。1910年代に入るとハリウッド近辺に 本格的な映画スタジオが設立された。当時のハリウッドの地価は1エーカーあたり300ドル400ドルという格安の値段で木材の価格も低く大工の老賃もニューヨークの4分の1から半分で済んだ。天候の荒れることの少ない快適な気候は年中仕事を可能にし群衆場面のエキストラは1日2から3ドルで済んだというの映画プロデューサーなら バーベキューと素人に映画制作に関わらせる喜びを与えるだけで群衆を集めたものだった。ある制作者の弁によると、日の光が絶えず降り注ぎ格好の照明になり、ニューヨークで撮るより3分の1から半分はコストダウンできると記録している。1915年までにハリウッドの映画産業は約1万5000人を正式に雇い入れ、 米国の映画制作の60%を占めていた。それが1925年にはほとんど90%の映画制作をするまでになっていたという。1913年頃にはムービーという言葉が一般的になり、世界中で映画ファンのための雑誌が創刊され、映画が産業として根付いてきたことを実証し始めた。 こうして、m p p c という足かせを外した米国映画界は、急激に成長を始め、各映画会社も様々な合唱連行を繰り返しながらも、ヨーロッパでの第一次世界大戦の影響も受けず、世界最大の映画制作国として、以後、現在に至るまで、質、量ともに君臨することになる。この辺の詳細については、各映画会社の項目を参考のこと。 しかもこの熾烈な業界内競争の過程で、1920年代後半の東金革命や1930年代の世界大恐慌も巧みに乗り越えていき、特にビッグ5は政策、配給、公開のあらゆる面において縦の系列化、すなわちチェーン化が進んだのである。 例えば1930年代後半から40年代、MGM の制作したミュージカルは、一部の例外を除き、MGM の系列映画館しか上映できなかったので、ある。スタジオシステムの特徴として挙げられるのは、国内外のマーケットの巨大な要求を満足させる、長編映画を制作するために、手早く安上がりな大量生産にターゲットを絞った、ものであった。これは、よく、 コードモデル T の流れ作業にも例えられている。映画制作のための資金やマーケティングに関する部門は東海岸のニューヨークに拠点を置き、会社の上層部がどの程度の資金をどんな種類の映画に投資するかを決定していた。この当時の映画はスターやジャンルによって分類されていたのである。制作会社の拠点のほとんどは西海岸のハリウッドに集中していた。スタジオによって 制作方法はかなり異なっていたが、制作部門は概ね制作過程に沿って実施され、それぞれの段階は専門の部門が担当した。したがって各部門で働く人間はその分野に限られた創造性しか活かせなかった。スターを含めた俳優たちにおいても、衣装部門、美術部門、特殊効果部門、撮影部門などでもまた脚本家や、 監督やプロデューサーに至るまで長期契約に基づいて雇用され、スタジオの上層部によってそれぞれの企画へと割り振られた。多くの企画は監督やその他のスタッフの才能に見合うと判断されたものであった。特に西部劇やメロドラマ、ミステリーなどの人気のあったジャンルは制作費を抑えられ、逆に新作でも売り上げはある程度予測でき、スタジオ側には好都合であった。 映画制作上の芸術性や創造性のコントロールは主にスタジオの重役が行っていたが、一握りの監督たち、ジョン・フォードやハワード・ホークス、フランク・キャプラ、ビリー・ワイルダー、アルフレッド・ヒッチコック、ジョセフ・フォンスタンバーグのように、自らの企画に対してある程度の自由は認められていた。しかし、彼らにおいてもスタジオの要求するスタイル、 あるいは得意とするジャンルという制約のもとに活躍していたのであった。ちなみに、ほとんどの監督は、他のスタッフやキャストと同様に、スタジオの厳しい品質管理に応えなければならなかった。スタジオは、映画の制作だけでなく、自社の映画へ観客を取り込むためにも、ブロックブッキングのような方法を使って、配給や上映も管理していた。 このような複雑で統合された産業は、莫大な利益を生むものであったが、その資金もまた高額であった。そのため、資本家やウォール街によって、スタジオがコントロールされる傾向が大きくなった。例えば、1930年代の大強行時代に、パラマウントは破産へ、合併前のホックスは、財政難に、ユニバーサルと RKO は、財産管理を強いられていった。しかし、 いずれのスタジオも1935年までには内部組織を整理し地道に再建資金を集め、それぞれ復活する。ちなみに1930年代の米国の長者番付の連続第一位は MGM の社長であった。また、同時に映画の職人らで作られた低予算でのスタジオもあったし、デビッド・オーセルズ・ニックやサミュエル・ゴールド・ウィンらのような 独立系の大物の映画プロデューサーも中には存在したのである。しかし、1930年代終わり頃には、メジャースタジオが毎年75%以上の作品を配給し、各メジャースタジオだけでも年間40本以上を制作したのであった。また、メジャースタジオにおいては、大予算でトップスターが出演する A 級映画と比較的低予算で、スターの数も、 少ない添え物的な B 級映画の数本立ての工業が同時に行われるようになった。日本で内容等が劣ることを総称して B 級というのはここから由来している。このシステムは程度の差はあるがイギリスやイタリア、ドイツ、日本、インドといった他の国々の映画制作においても大なりこなり同様の工程が採用されていった。1948年 米国最高裁判所で10年越しのある判決が下った。時間がかかったのは上訴や第二次世界大戦を挟んだためである。その判決とは、パラマウントと他の4つのメジャーに対し、劇場チェーンを映画会社本体から切り離すようにという判決だった。パラマウント判決。これは、スタジオによる制作、配給、上映の所有権は、 独占的であると裁定し、所有する映画館を売却するように、スタジオ側に命じたのであった。さらに、ビッグこと、リートルさんのスタジオは、ブロックブッキングのような、高速的な配給観光を停止しなければならなかった。1948年から1958年にかけて、 各スタジオはこのシステムの基盤であり、映画産業に支配的であった盾の系列化を消滅させたのである。それとともに、戦後の急激な観客動員数の低下や家庭へのテレビの台頭は、より一層のスタジオ制作を困難にさせた。もはや B 級映画を制作できる余裕もなくなった。巨大な敷地を持っていた映画スタジオは、その広大な敷地を売却して、 不動産として現金化していった。また、ある撮影スタジオでは、テレビ番組のロケーション撮影用に外部へ貸し出すようになった。そして、急速な収益の低下は、スタジオで従事していた多くの従業員をもはや、雇えなくなった。また、トップスターの契約を、スタジオ側が引き止めることは困難であった。例えば1944年。 オリビア・デ・ハビランドのワーナー・ブラザースへの法廷での異議申し立ては認められ、判例となったのである。これは、スターのギャラの高騰につながった。また、皮肉にもパラマウント判決は、ロケ主体の低予算で、スタジオにあまり頼らないインディペンデント系の小さな規模のプロダクション作品を奨励することとなった。外国やインディペンデント系のプロデューサーが急速に、 米国映画市場に参入することになった。その流れとは逆に、米国内のプロデューサーをより安上がりの制作費で上げるために海外へと求め始めた。画面の大型化や豪華な超大作も逆に、スタジオの一層の収益の圧迫を招いた。こうして、1950年代後半スタジオシステムは、ゆっくりと確実に終焉を迎えることになったのである。ありがとうございます。